ペミロラストはアレルギーの治療に用いられる肥満細胞安定化薬である商品名アレンギサール、ペミラストン、錠剤、ドライシロップ、天眼薬がある。日本では1991年1月に気管支喘息について錠剤が承認され、1994年4月にアレルギー性鼻炎について承認された。ドライシロップの承認日は 気管支喘息については1992年7月、アレルギー性鼻炎については1999年2月である。転眼薬は1995年1月に承認された。2011年8月にはスイッチ OTG として審議承認され、第一類医薬品として2012年1月に鼻炎用薬として発売され、2014年1月に アレルギー用点眼薬として発売された。試験での蛍光薬の副作用発現率は通算3.69%、点眼薬は2.50%であった。蛍光薬で見られる主な副作用は腹痛、下痢、大きい、ALT 上昇、AST 上昇、眠気等である。点眼薬で見られる主な副作用は、目刺激感、眼腱炎、眼腱喪養感、眼視、 血膜充血等である。抗原刺激による、イノシトール酸リン酸、1、ニジアシルグリセロール、ホスファチジン酸の酸性を抑制し、ケミカルメディエーターの有利を抑制する。ありがとうございます。